首相の今のだし私は軽減税率に反対なんです。財源なくして政策なしだと思います。と批判。民主党の野田前総理が TBS の時事報道の収録で与党が合意した消費税の軽減税率について財源が確保されていないと厳しく批判しました。私は軽減税率に反対なんです。財源なくして政策なしだと思います。民主党野田佳彦前総理大臣、野田氏はこのように軽減税率の導入を厳しく批判しました。これに対し、自民党の石破地方創生担当大臣は、政権として財政再建に責任を持つ姿勢を強調しました。財政規律が緩んでしまったらハイパーインフレしかないと強く認識。そんなことこそ弱者切り捨てだと思っているから、そんなことだけはしてはいけない。自民党石破茂地方創生担当大臣。また、野田氏は、夏の参議院選挙前に、低所得の高齢者に1人3万円を配る臨時給付金についても、投票率の高い65歳以上を狙って配るのは愚民思想だ、と安倍政権を批判しました。民の声へ続く。